計量後のエンゾー・マカリネリとのフェイスオフでデニス・レベデフは、ロシアの元プロボクサー。ベルゴロド州、スタールイオスコル出身。元 WBA 世界クルーザー級、スーパー王者。元 WBA 世界クルーザー級級用王者。元 IBF 世界クルーザー級王者。ロシアのプロボクサーの多くが国外に拠点を移す一方、レベデフはロシアを活動拠点としている。パワフルなファイトを展開し強烈なフックで仕留める選手。トレーナーはフレディ・ローチ。2001年2月27日、モスクワでライトヘビー級6回戦を行い、6回3-0の判定勝ちを収めた。2001年6月9日、ヌルディン・メリフトロシアライトヘビー級王座決定戦を行い、3回1分50秒 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2001年12月26日、リシボイ・シャミールザエフと対戦し、9回 TKO 勝ちを収め、ロシア王座の初防衛に成功した。2004年9月24日、アルチョーム・ビチキンとロシアライトヘビー級王座決定戦を行い、10回3-0の判定勝ちを収め王座再獲得に成功した。この試合を最後に4年間のブランクを作ることになる。減量区を理由にクルーザー級に転向した。2009年3月22日、バラシ派でエリセオ・カスティージョと対戦し、5回 TKO 勝ちを収めた。2009年7月18日、マンチェスターの元 WBO 世界クルーザー級王者、エンゾ・マカリネリと WBO インターナショナルクルーザー級王座決定戦を行い、3回 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2009年12月17日、アリ・イスマイロフと対戦し、イスマイロフの6回終了時棄権により、WBO インターナショナル王座の初防衛に成功した。2010年2月22日、イグナシオ・エスパルザと対戦し、4回2分59秒小勝ちを収め WBO インターナショナル王座の2度目の防衛に成功した。2010年7月17日、シュベリンのスポーツ&コングレスセンターで WBO 世界クルーザー級2位のアレクサンデル・アレクセエフと対戦し、2回2分43秒小勝ちを収めた。2010年12月18日、ベルリンのマックス・シメリングハレで、WBO 世界クルーザー級王者マルコフックと対戦し、プロ初黒星となる12回1-2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2011年5月21日、元世界4階級制覇王者のロイ・ジョーンズ・ジュニアとクルーザー級10回戦を行い、10回2分59秒小勝ちを収めた。2011年11月4日、モスクワで、WBA 世界クルーザー級4位のジェームズ・トニーと WBA 世界クルーザー級暫定王座決定戦を行い、12回3-0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年4月4日、ショーン・コックスと対戦し、2回に右フックでコックスからダウンを奪い、そのままコックスが起き上がることができず2回2分22秒小勝ちを収め初防衛に成功した。2012年10月20日、WBA 世界クルーザー級正規王者のギレルモ・ジョーンズと王座統一戦を行う予定だったが、ジョーンズがトレーニング中に負傷したため、王座統一戦は中止となった。2012年10月30日、インドネシアのジャカルタで行われた WBA 総会で、ジョーンズの休養王座認定とレベデフの正規王座認定を決定した。これにより、レベデフが正式に正規王者となった。2012年12月17日、モスクワ州クラスノゴルスク市ミャキニノのクロッカスシティホールで WBA 世界クルーザー級8位のサンタンデル・シルガドと対戦し、4回2分16秒小勝ちを2度目の防衛に成功した。2013年1月24日、休養王者、ギレルモ・ジョーンズとの WBA 世界クルーザー級王座統一戦の入札を同年2月6日午前11時に行うと WBA より通知を受けた。2013年2月6日、上述の通知通り入札が行われ、レベデフのプロモーターであるジョン・ワート氏は$357,000で入札し、モスクワで試合がしたかったのだが、ジョーンズのプロモーターであるドン・キング氏が$712,000で落札し、パナマ、マイアミもしくはナイジェリアで、いずれにしても4月に試合をしたい意向を示した。2013年5月17日、モスクワ州、クラスノゴルスク市ミャキニノのクロッカスシティホールで、休養王者、ギレルモ・ジョーンズと王座統一戦を行い、11回2分4秒小負けを、必死王座統一に失敗、王座から陥落した。しかし試合後に行われたドーピング検査で、ジョーンズが違反薬物のフロセミドに対する陽性反応を示した。2013年10月18日、ペルーで開催されていた WBA 年次総会において、違反薬物のフロセミドが検出されたジョーンズの王座を剥奪し、レベデフを王座に復帰させる判断が下された。2013年12月19日、同月14日に、再び休養王者となったギレルモ・ジョーンズとの WBA 世界クルーザー級王座統一戦の入札を2014年1月6日午前11時に行うと WBA より通知を受けたが、入札は延期となった。2014年4月25日、モスクワのクリタツコエスポーツパレスで、休養王者、ギレルモ・ジョーンズと王座統一戦を行う予定だったが、試合直前にまたもジョーンズが、ドーピング検査で、違反薬物のフロセミドの陽性反応を示したことが、発覚した。両陣営が合意すれば、2014年9月27日、約1年半ぶりの試合、モスクワのダイナモスポーツパレスで、グリゴリー・ドロスト vs、クシシュトフ・ブーダル地区の前座で、WBA 世界クルーザー級4位のパベル・コージェイと対戦し、2回小勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2015年1月19日、WBA から暫定王者、ユーリ・カレンガと王座統一戦の交渉を行い30日以内に対戦交渉で合意するよう指令が発令された。2015年3月5日、WBA はデニス・レベデフとユーリ・カレンガの間で行われる王座統一戦の入札を同月17日の午前11時に WBA 本部で行うとの通知を出した。最低入札価格は$200,000で、報酬の 55% がレベデフに、残りの 45% がカレンガに分配されるとのことになった。その後、合意に達し入札は回避された。2015年3月16日、レベデフ陣営とカレンガ陣営が同年4月10日にモスクワで対戦することで合意したため、デニス・レベデフとユーリ・カレンガの間で行われる王座統一戦の入札は中止となった。2015年4月10日、モスクワのルジニキスタジアムで暫定王者のユーリ・カレンガと王座統一戦を行い、4回にダウンを奪われるも7回にダウンを奪い返し12回3-0の判定勝ちを収め王座統一に成功した。2015年5月16日、WBA はレベデフを WBA の2015年4月度の月間優秀選手賞に選出した。2015年6月11日、WBA は2013年5月17日に行われたギレルモ・ジョーンズ戦の公式記録を無効試合に変更すると発表した。2015年11月4日、火山のタトネフトアリーナで WBA 世界クルーザー級5位のラティーフ・カヨデと対戦し7回と8回に2度ダウンを奪い8回1分22秒、TKO 勝ちを収め、5度目の防衛に成功した。2016年2月8日、WBA はWBA 世界クルーザー級2位のユニエル・ドルティコスとの間で指名試合を行うように指令を出した。暫定王者で WBA 世界クルーザー級1位のベイブッド・シュメノフが怪我の回復が遅れたため代わりにドルティコスとの指名試合を承認した。2016年2月17日、WBA はレベデーフとドルティコスとの間での対戦交渉が未締結のまま、難航していることを受け、レベデーフと IBF 世界クルーザー級王者ビクトル・ラミレスとの王座統一戦を行うことを承認した。2016年5月20日、WBA はクルーザー級統一トーナメントを開始すると発表。レベデフはスーパー王座に認定された。2016年5月21日、モスクワのメガスポルトで IBF 世界クルーザー級王者のビクトル・ラミレスと王座統一戦を行い、初回から前進するラミレスをいなしながら、強打をコネクトして圧倒。2回に左フックでダウンを奪い、最後は連打でラミレスの戦意を追って、レフェリーがストップ。2回1分57秒 TKO 勝ちを収め、WBA 王座の6度目の防衛、IBF 王座の獲得に成功した。勝ったレベデフとベイブット・シュメノフは108回以内に対戦し、その勝者は WBA 世界クルーザー級暫定王者のユニエル・ドルティコスと対戦するよう指令を受けた。2016年8月17日、ベイブット・シュメノフと対戦するよう WBA から指令を出されていた。レベデフが指令を無視してムラト・ガシエフとの対戦を決めたことに対し、シュメノフは WBA にレベデフの王座を剥奪するよう要請した。2016年12月3日、モスクワのメガスポルトで IBF 世界クルーザー2位のムラト・ガシエフと対戦し、12回1から2の判定負けを喫し初防衛に失敗、王座から陥落した。なお、レベデフ陣営が WBA 王座をかけない特別許可を申請し、WBA がこれを認めたため、この試合は WBA 王座はかけられずに行われた。2016年12月23日、ベイブット・シュメノフ陣営とユニエル・ドルティコス陣営は、ムラト・ガシエフ戦に敗れたレベデフから、WBA 世界クルーザー級、スーパー王座を剥奪するよう WBA に要求した。2017年6月17日、WBA は、レベデフを WBA 世界クルーザー級、スーパー王者としてランクインするとともに、ユニエル・ドルティコスを WBA 世界クルーザー級、正規王者としてランクインした。2017年6月19日、WBA、2017年7月8日、エカテリンブルクのディブスで WBA 世界クルーザー級6位のマーク・フラン。7月19日、WBA はレベデフを WBA の2017年6月度月間優秀選手賞に選出された。2018年1月31日、WBA はレベデフを休養王座に認定し、同年2月3日にワールドボクシングスーパーシリーズ準決勝として行われるユニエル・ドルティコス対ムラト・ガシエフ戦に対する特別な許可を与え、WBSS クルーザー級優勝者とデニス・レベデフは同年5月13日から対戦交渉を開始し30日以内に合意するよう指令を出した。2019年7月11日、インスタグラムで現役引退を発表した。2019年12月21日、クラスノヤルスクでサビソムチュヌと WBC クルーザー級シルバーを王座決定戦で対戦し、12回判定負けを喫し、2度目の引退を発表した。ありがとうございます。